今回は藤原道隆のその後について解説していくぞ。よろしくね。それでは早速解説を始めていくが、このチャンネルではどこよりも早く光る君へに関する内容を解説していくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。道隆は天暦7年に藤原の兼家と藤原の時姫の間に誕生した。やがて永寛2年8月、妹である藤原の戦士が嫁いだ円遊天皇が火山天皇に譲位すると、道隆は東宮となった安仁親王の東宮坊に任じられるのだった。先ほど登場した安仁親王は道隆の甥で、後の一条天皇だな。また当時の火山天皇には道隆の弟である藤原道兼が仕えており、これらは父である兼家による安仁親王を早期に天皇にして摂関政治を行うという策略の布石だったんだ。なんだか怖い策略だね。やがて2年後の寛和2年6月23日、道兼が火山天皇を騙して出家させ、道隆が即位の証である三種の神器を東宮御所へ移す事件が起きる。この事件による火山天皇の退位騒動は、後に寛和の変と言われるのであった。その後、火山天皇に代わり、一条天皇が即位する。そして、父である兼家が摂政となり、まだ7歳と幼い一条天皇に代わり、執政を行った。兼家が執政を行う中で、道隆もスピード昇進し、永延3年2月には内大臣となっているぞ。父親の権力によって道隆は出世を果たしたんだね。その通りだ。また政略元年に兼家が亡くなると、道隆が関白となり、長女の藤原の定子を一条天皇の中宮にしているぞ。そして次女の藤原の元子を当時の東宮である三条天皇に嫁がせているんだ。兼家は盤石の体制を築こうとしていたんだね。しかし長徳元年4月10日、関白となってわずか5年ほどの道隆は病に倒れ亡くなってしまう。亡くなる直前に道隆は嫡男である藤原の惟親を自分の後任にするよう切望していたが、関白になったのは弟の道兼であった。では次に道隆の逸話を解説していこう。道隆の娘である定子が一条天皇に嫁ぐと、一条天皇に仕えていた清少納言と道隆に面識ができた。そのため清少納言が書いた枕草子にも、お酒好きで気さくによくしゃべる道隆が何度も登場することになったのである。道隆は枕草子のどんな場面で登場しているの？例えば道隆が亡くなる数ヶ月前、娘の藤原の元子が三条天皇に嫁いだ際にも、女性たちを一人ずつ褒めて一日中冗談ばかり言っていたと枕草子に記載されているぞ。道隆は気さくな性格をしていたのかな。詳しいことは明らかになっていないが、その可能性は高いだろうな。また当時の記録書である大鏡には、道隆が酒豪で明朗な性格であることを伺わせる内容が記載されているぞ。道隆は酒豪だったんだね。また道隆は娘たちを天皇に嫁がせただけでなく、永暦元年10月に自らの昇格を断り、嫡男の惟親が小五位下
助着を得られるように取り計らっている。その他にも関羽の変では弟である道兼が一緒に出家させられてしまうのではないかと心配したり、父親の兼家の60歳の祝宴では舞を嫌がる老いと一緒に舞うなど、道隆は心優しい人物だったのである。道隆は本当に優しい人物なんだね。確かにそうだな。ただ優しい父親に甘えて育ってきたからか、道隆の嫡男であるコレチカは頑固一徹な面があり、関白就任のチャンスを自ら潰してしまっているぞ。え、一体何があったの？具体的に言うと、道隆が一条天皇に嫡男を関白にすると認めてもらっていたにもかかわらず、コレチカが朝廷からの宣旨の内容に度重なる難癖をつけたことからと言われているな。父親の優しさは息子には遺伝しなかったんだね。またコレチカはその後も関白となった藤原の道長と激しく争い、従者同士の間にも乱闘騒ぎが勃発してしまう。さらに女性絡みで火山法王に矢を放った事件が政治問題化し、コレチカは播磨の国に流されてしまうことになった。その後亭主も難産により亡くなり、道隆が築いた家系は急速に力を失ってしまうのだった。さて、道隆に関する話はここまでにして、次は圓遊天皇について話をしていこう。圓遊天皇は村上天皇の第五皇子で、母は右大臣であった藤原の諸助の長女の藤原の安氏である。圓遊天皇の血筋を考えると、冷泉天皇や為平親王は同母兄弟となる。やがて弘法4年に村上天皇が亡くなり、兄の冷泉天皇が即位することになるんだ。また関白には藤原の実頼、右大臣に藤原の諸忠、左大臣に源の高明が就任しているぞ。その後冷泉天皇が即位すると、皇太子の座をめぐって藤原氏と高明が対立するが、藤原氏の主張が通り、9歳の森平親王が選ばれることになるんだ。やがて安奈2年、安奈の変により高明が失脚してしまう事件が起きる。この安奈の変によって為平親王は高明の娘を妃としていたため、微妙な立場になってしまうのであった。そのためこの年に冷泉天皇が上位して圓遊天皇が即位することになったのである。当時圓遊天皇は11歳だったことから、太政大臣である実頼が摂政に就任することになった。その後安奈3年に実頼が亡くなり、藤原の惟忠が摂政を継ぐことになった。やがて圓遊天皇が成人を迎える天禄3年には惟忠が亡くなり、弟の兼光と兼家との間に関白をめぐる争いが勃発してしまうことになるんだ。なんだか絶えず政変が起きていた時代なんだね。確かにそうだな。それでこの状況に圓遊天皇は、母からの遺訓である関白は兄弟の順によるべきであるという教えに従い、兼道を関白に命じているな。そして兼道の娘である藤原の皇子が入内して中宮になったんだ。ただ圓遊天皇は兄である冷泉上皇の子が成長するまでの中継ぎの天皇とみなされていたため、惟忠や兼家は娘を天皇に入内させようとはしなかった。しかし兼家は冷泉上皇に長女を入内させていたこともあり、
圓遊天皇は良い気分ではなかったと言われている。その後、帝元2年、兼道が重病を患うと、圓遊天皇は兼道の要望に従って後任として一族に関係のない藤原の頼忠を選出した。頼忠は圓遊天皇に娘を受胎させており、天皇は兼家よりも頼忠に良い印象を抱いていたことから選出されたと考えられている。しかし帝元3年には兼家も次女の宣氏を圓遊天皇のもとへ受胎させた。そして安仁親王を授かることになったのである。また天元2年に皇嗣が亡くなり、以後中宮の座が空いていたが、天元5年に圓遊天皇は頼忠の次女である藤原の淳氏を中宮とするのだった。この出来事に兼家は腹を立て、宣氏と安仁親王を連れて帰って出仕をやめてしまうのである。やがて永寛2年、藤原氏の勢力に翻弄された圓遊天皇は、安仁親王の立体子を条件に火山天皇に上位しているぞ。ここまでの話を聞いていると、圓遊天皇は藤原氏に利用された人生に思えるね。そうだな。その後、圓遊天皇は火山天皇に上位した翌年の永寛3年に出家し、政略2年に33歳で崩御しているぞ。では圓遊天皇に関してはここまでにして、次は一条天皇について話をしていこう。一条天皇は天元3年、圓遊天皇の第一皇嗣として誕生した。母親は太政大臣であった藤原の兼家の娘である藤原の宣氏であり、諱を安仁という。やがて一条天皇は永寛2年、火山天皇の皇太子となり、2年後の寛和2年には若干7歳で即位しているぞ。7歳で即位、ものすごく若かったんだね。一条天皇が7歳で即位した経緯に関してはある出来事が関係している。その出来事とは、天元3年に宣氏が後に一条天皇となる安仁親王を出産したが、まだ子を産んでいない藤原の淳氏が圓遊天皇の正室に迎えられたことである。これに怒った兼家は娘である宣氏と東三条邸にこもり、火山天皇を出家させて、宣氏の幼い息子の安仁親王を即位させるべく画策することになった。なるほどね。それで計画はうまくいったの？計画は順調に進み、寛和2年に火山天皇が退位したため、まだ7歳であった安仁親王が一条天皇として即位することになったんだ。その結果、宣氏は皇太后となり、父親の兼家は摂政の座に就くことができたぞ。兼家の死後は、兼家の長男である藤原道隆が関白に就任し、娘である定子が一条天皇の中宮となるのであった。その後、長徳元年に道隆が亡くなると、母親である宣氏の推挙を得た藤原の道長が内乱となり、一条天皇の政権下で権力を掌握することになるんだ。ここで道長が台頭するんだね。その通りだ。それから長保2年、一条天皇の中宮には定子がいたが、道長の娘である藤原の彰子が一条天皇のもとへ受胎することになった。その結果、定子が皇后宮、彰子が中宮と号され、一帝二皇の先例となったのである。その後、
寛弘八年、病が重くなった一条天皇は、火山天皇の異母弟で、冷泉天皇の第二皇子である三条天皇に譲位するのだった。その後、一条天皇は出家するも、3日後に32歳の若さで亡くなってしまうのである。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。